い、どうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ、ということでもう暑い夏がやってまいりましたんで、もうトミカとかプラレールもね、ほんと暑い夏ですね。これ段ボールね、はい、こちらもう今回ねまたちょっといっぱいしっかり買っちゃったんで、夏というか7月、まあ、どんなものをね買ったのかちょっとねもうざっくりとお見せしておきたいかなと思います。今後のちょっと動画はどんな感じで出るのかとかもあると思いますので、さあそれではちょっと行きましょう。もうこれいっぱいあるんですよ。でこの箱以外にもちょっと出しますので、どれぐらいになるかちょっと分かんないですけど行きたいと思います。まずですね、ちょっと箱以外のところであれなんですよ、これですね、もう動画にはしたんですけど、トイザラスのトミカね、まあこれがトイザラスさん限定であるんで、もう気になる方はこれ本当お早めにですね、通販でも購入することまあできるのかちょっと今は分かんないですけど、で上から行きましょう。はい、まずこちら、すいませんね、これまだちょっと動画してないですけど、食べっ子動物になります。ちょっと箱へこんでてね、若干僕も気持ちへこんだんですが、これがねドリームトミカのスペシャルと、あと170番ですね、食べっ子水族館と食べっ子動物ね、こちらの2つが登場いたしましたね。結構売り切れてるらしいです、この2つで。これまたこれも動画にはしましたが、一応予備で買っております。今月の言ったらもうメインね、新作のトミカのメルセデス EQ の初回特別と、ムルシエラゴのねトミカプレミアムの発売記念仕様ですね。でどんどん行きましょう。はい、これもね1個目の動画でやってるんですけど、これも実は予備買っておりました。これ、はい、ドリームトミカのジブリですね、オート三輪と魔女の宅急便よりジジー、まあ、この辺まではもう動画にしてるのかな。あ、食べっ子動物はまだか。で続きまして、はい、こちらライドオンシリーズですね。はい、これがディズニーモータースのドリームスター4ミッキーマウスになります。これまたなんか素敵なねミッキーがねついている、いい感じの可愛いねシャドウですね。でミッキーね、もう一つあります、こちらですね。これがね、これタカラトミーモール限定になるんですかね、一般店舗で売られてないと思うんですが、ドリームトミカスペシャルですね、ディズニーモータースの15周年記念のドリームスター 4D100 エディションということで、ね、ちょっとこう色的にね渋い感じのね車体と、あと台座ですね、ディスプレイの台座、そしてミッキーのフィギュアがねついているとね、いった素敵なセットになってます。これタカラトミーモールではもうすでにこう売り切れになっていると思いますんで、再入荷がちょっとあるかは分からないですけど、気になる方はちょっとチェックしてみてください。トミカショップでもひょっとすると売られているかもしれません。で、あとまだトミカは、ございまして、あれちょっと僕が求めているの出てこなかったんですけど、これですね、ちょっと上下がこうしましょう。はい、これがねおそらくパッケージのリニューアルだと思いますが、トミカプレミアムアンリミテッドシリーズのバックトゥザフューチャーよりデロリアンタイムマシーンですね。で、あとワイルドスピードより R34 のGTR、 こちらの2種がね再登場です。多分まあ本当パッケージ変わっただけだと思うんですが、またブリスタータイプとの比較とかも紹介の時やりたいかなと思います。でですね、あ、言ってましたね、ちょっと隅っこの方に、はい、言っておりましたが、これですね、はい、ドリームトミカのねナンバー177番のディズニートミカパレードシリーズよりテシャネコですね。はい、こんな感じのね可愛いですね、パレードをまた彩ってくれるね素敵な車両が登場しましたね。猫自体はこれクリアパーツになってるんですが、また素敵なパレードをお届けしたいかなと思います。たっぷりあっていっぱい行きましょう。で、どんどん行きましょう。はい、続きましてがこちらね、ライトアップシアターがちょっとですね、はい、コンパクトになって登場いたしました。ライトアップシアターコネクトです。こちらが2種同時ですね、2種というかまあ2色のカラーが同時に登場しましたが、ブラックとグレーですね。はい、このようなね形になっております。よりこうちょっとこうほんとコンパクトになって、で、まあ機能がまあ削られたっていう表現はあれなんですけど、スマホ置く機能とかちょっとねなくなったみたいですね。で、まあこんな感じでねスタックできるんで、まあ、今回ね僕ね2つしかまだ買ってないんですけども、気に入ればいっぱいちょっと買ってディスプレイをねしてみようかなと思います。で、あ、プラレール、そうそう、ここプラレールになります。はい、これも早く見たいんですよ動画にしないと気が済まないんで、とりあえずまだ開けてはないんですけど、今回はですね、はい、多分あれですよね、もう運行開始されてますよね、スペーシア X ですね、 S36番の東部スペーシア X、 こちらがねもう早速プラレールになって登場いたしました。いや絶対かっこいいでしょ。今度ちょっとねトミカ博行く時にちょっと見に行こうかなと思うんですが、こちらプラレール登場です。で、こちらねプラキッズが1体ついてて、でこれ中間車と後尾車にプラキッズをねこう乗せれるねギミック付きになってるんで、ほんと素敵な車両がまた登場したんじゃないかなと思います。最新の車両がプラレールかと、ほんと嬉しいですよね。で、これねもうほんと結構いっぱいあるんでね、よいしょー、これが踏切道路、はい、トミカタウンのね踏切ですね。これ以前にね何かのセットに含まれてたやつの単品販売の分だと思うんですけど、多分
カラーの違いとかちょっと細かい仕様の違いとかもあると思いますので、またね見るときは比較して見ていこうかなと思います。でもう一つ、これが、あガストか、これガストですね、ガスト、はい、こちらですね、カフェレストランガストですね、新しい止め方なんですこれもね。でね、タイプ的にはね2階建てですね、2階建てと、まあ、1階建ての 2way で遊べるものになってまして、でこちらガストのねデリバリーバイクもついてるといったね素敵なセットですね。まあ僕半分ぐらいこのトミカ目的なところはあるんですけども、素敵なお店になってると思いますんで、気になる方はねぜひぜひこちらもねちょっとね導入してみてください。いいですね、まだ早めに動画したいと思います。で、あ、これね、ちょっとなんかね、後になりがちで、すいませんけど、はい、これがですね、ジョブレーバーのギガントファイアブレイバーで合ってるの、消防署アーマーデラックスセットになります。いや、これもまたこないだの交番と多分作り的には似たような感じなのかな。どうでしょうね。実際にね、またね、出してみないとわからないところはあるんですが、はい、こんな感じのね、ジョブレーバーですよ。いや、ジョブレーバーね、ちょっと大きすぎなんですよ。僕、まだ小松の油圧ショベルとかのやつ、はい、お見せしてないんで、また早めにね、もうこれも含め、楽しんでいきたいかなと思います。多分遅くなりがちだと思うんですが、お許しください。で、続いて、あ、これ発光器か、ちょっとどけましょう。一回これをどけて、別で出します。おい、来たよ、ドン。ごめんなさいね、ちょっと見にくくてね。はい、これがですね、トミカスライダーパーキング50ですね。もうこの状態で行かせていただきたいと思いますが、新しいねトミカのねニューアイテム、これねもうスライダーですよ。トミカが最大50台ね駐車一斉発車できるといったね素敵なねアイテムになっておりますね。いや、これどんな感じなのか、まあほんとめちゃめちゃ気になるんですけど、これ早めに行きたいと思います。で、これのね、付属のトミカ、スペシャルトミカですね、ホンダシビックタイプ R のこの赤色のバージョンは、まあ先日ちょっとね、紹介しましたが、もうすでにね、ちょっと出しておりますが、また同時に、お見せしたいかなと思います。すでにちょっとそれだけ抜いちゃってるんで、はい。すいません。で、まだまだあります。ちょっと画面内に収まりきらないかもしれませんけど、はい、これですね。ちょっと引こう。はい、これがね、新しくリニューアルして登場ですね。これ登場して5、もう5年になるんですね。5周年のクルーズを渡るぞ、トミカと遊ぼう、カンカン踏切デラックス。はい、もうこれね、過去にちょっと動画ね、一回やってるんで見たことあると思うんですけど、とりあえず買いました。限定っていう言葉に僕ちょっと弱すぎるんで、購入しました。で、これ新しいね、アイテムが追加されてて、あ、ここですね。ちょっと見にくいかもしれませんけど、トンネルとか、あとこの駅ですかね。あとレール、そういったものもね、ちょっと増えてるんで、普通のね、モデルもね、売ってるんで、まあ、売り場には、ね、2つ並んでることが多いんですけど、まあ、こっちの方がちょっとお得な気もするんで、値段ちょっとわかんないですよ。値段一緒かどうかわからないですが、まあ、こういったもね、ものもね、ありますんで、気になる方はちょっと、買ってみてください。ちなみに、これ買うとね、僕の目的ちょっとこれでもあるんですけど、こんな感じの、今ならね、このクリアの、ですね、このトミカを乗せれる、こういったね、貨車がいただくことができるんで、まあ、気になる方はお早めにこちらにゲットしてみてください。ちょっとクリアのところがね、ラメ入っててね、キラキラしててかっこいいんですよ、これもね。またちょっと楽しみたいかなと思います。で、まだまだあります。はい、こちら。ね、これまたね、大きなね、プラレールのセットになっております。こちらね、いっぱいつなごうシリーズで、N700S 新幹線、こちらがね、登場しました。で、これね、さらにこういう、こう、激アツですよ。レールでね、速度チェンジシリーズも兼ねてるんで、こうなんか至れり尽くせりな、そんな感じのね、6両編成かな、6両編成の N700S です。いいっすね、いいっすね。これもともとね、なんていうの、造血セットっていうかな、それもねもうすでに登場してるんで、そことの比較とかもまた見ていくときにやりたいかなと思います。あ、これね、ちゃんとこうプラキッズついてて乗せれるギミックもあります。いいですね。なんかほんと贅沢なセットですよね。値段も贅沢だった気もしますが、はい、こちらがありまして、これもねほんと早く見たいんです。これ EF65、 これも激アツね。いっぱいつなごうトミカを運ぶぞ EF65 カートレインですね。これも6両編成になるんかな、機関車と、あと電源車ですかね。はい、こんな感じで2両で、あと後ろはカートレインですね。レインボーカラーのカートレインがついているといったね、素敵な、また面白い感じのセットになってます。で、これにさっきのこのね、クリアのブラックのタイプかな、これを合わせて、また走行を、楽しんでいこうかなと思っております。EF65 ね。これ確か昔、トミカショップのプラレールかイベントモデルだったかな、なんかね、ありましたね、EF65 ね。そこともまた比較もしましょう。確か僕持ってたはずです。
で、これ以外にも実はめちゃめちゃあるんです。ほんとね、この画面の後ろ側にね、めっちゃあるんですけど、オークションとかで、まあそれは、新しいものではないんで、ちょっとここには今出さないですけど、めっちゃいっぱい買っちゃったんで、こう夏休み、また動画で、いろいろ出してこう盛り上げようと思ってる気持ちはあるんですが、また伸びるかもしれませんけど、はい。いつになるかわかりませんけど、随時ね、こちらの商品、こちらメインに、早めにね、行きたいと思いますので、楽しみにね、待っていてください。まあ、ということで、はい、今回はこの辺りにしていきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様もね、チャンネル登録やコメント、評価、どのもしそろでよろしくお願いします。あと、ツイッターやね、インスタもやってますんで、そちらのフォローもね、ぜひよろしくお願いします。では、今回もね、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いいたしましょう。では、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。